お兄ちゃん何してんのんの湿布がうまく貼れないんだ <laughs> なんかお兄ちゃんおじさんみたいはいはい湿布くらい誰でも貼りますね体育系の部活で貼ってる人もいるもんねでもお兄ちゃんだから言ってるんだよ他の人にそんな失礼なこと言ったりしないって 肩こりですか腰痛ですかそれとも、手足貼ってあげるって言ってるんだよ。尻尾をくしゃくしゃにしちゃうお兄ちゃんの代わりに。それとも、マッサージしてあげようか。もみもみーって。何焦ってるのあ、もしかして、マッサージって言われて、いやらしい妄想しちゃった 妹相手にやだ <laughs> 冗談冗談。さすがのお兄ちゃんでも、私相手にそんなこと考えるはずないの。わかってるって。じゃあ、ほい。横になって。うん。よしよし。で、肩も腰もだったっけ難儀ですな。それじゃ、まずは肩から揉んであげようか。体に乗っかっていい その方が揉みやすいし。お兄ちゃんが潰れるほど重くはないと思うし。何潰れるよーし、それなら潰してやろうじゃない。うや、うや。いや、そこまでうめき声あげるほどドスって乗ってないでしょ。私ってそんなに重い冗談もう こうなったらグニグニっにて痛くしちゃうんだからね。ほーら。うん、うんどうだ痛いか私の力じゃ気持ちいいだけくそ。こうなったらとことん気持ちよくしてあげるんだから、うんうんうん。っていうか、お兄ちゃんの肩が凝りすぎてるのがいけないんだよ。ガチガチじゃん。 多分これ、お母さんやお父さんよりも凝ってるよ。勉強のしすぎそれともバイトの頑張りすぎお兄ちゃんがそこまで真面目な人間とは思えないけどなぁ。なんてね。たまには、こうやって肩ほぐさないとダメだよ。別に、マッサージ屋さん行けって言ってるんじゃないけどさ学生が頻繁に行くには高いもんね。だから、私がしてあげるって言ってるんだよ。 勘違いしないでよね。お兄ちゃんが好きで言ってるわけじゃないんだからね。って、何かの漫画のセリフみたい。<laughs> 実際には、ここまで凝ってると大丈夫なのかなって、ちょっと心配になるだけ。肩こり自体は病気じゃないし、今のところお兄ちゃんは元気そうだけど、あんまり肩が凝ると、頭痛がしたり、気分が落ち込んだり、 他の部分にも他の部分にも影響してくるでしょま、あまりにも辛いなって思ったら言ってよ。私が疲れてたり、忙しい時じゃなかったら、また揉んであげるからさ。うん。肩揉むのは嫌いじゃないしね。別にお金とかかかるわけじゃないし、ちょっとした暇つぶしって感じで。 お母さんとお父さんの肩もみは、なんていうか、ぜひ、やってやってって感じで、ちょっとな。たまに気が向いた時ならいいけど、よく言ってくるじゃん。人間、せがまれるとやりたくなくなるもんでしょそれに、お兄ちゃんとお母さんやお父さんじゃ、ちょっと違うしね。何がって言われてると、 何がって言われると困るけど、ほら、お母さんたちには言えない話とかも、いろいろ聞いてもらってるし、遊びに行ったりするのも、お母さんと行くのとお兄ちゃんと行くのじゃ、やっぱり楽しさが違うでしょそういう感じ。説明はできないけど、なんか違うの。うん、うーん、と、はぁ。 肩はこの辺でいいかな。今度はちょっと下がって腰を揉むからね。この辺を、うん、うん、うん、と、このぐらいの強さでいいえそっか。じゃあこんな感じで続けていくね。<laughs> お兄ちゃん、やっぱりおじさんみたい。 何があってその気持ちよさそうな声だよふーっておじさんが一息ついてる時みたいはいはいお兄ちゃんはまだ若いですよーあでもこの間公園で小学生におじさんって言われてたよねぶつかってごめんねおじさんって <laughs> 私はまだ大丈夫じゃない お兄ちゃんより若いしあの時も小学生たちに何も言われなかったもんぶつかられてないからだけどさうんそれよりどう体楽になってきたよかったはじめは頑張ってもんでも気持ちいいくらいだって言われたしあんまり効果ないのかなって思ったけど多少でも役に立ってるならよかったよふ <laughs> うんうん 私は疲れてないよ肩ま肩はちは力を入れてやるってちょっと遊んでやってたけど腰なんてぐって体重乗せて押してるだけだもん手もちょっとぐにぐにって動かしてはいるけどそこまで疲れることはしてないよ人の心配するなら自分の体を心配しなってそもそもお兄ちゃんの体がボロボロだから私がマッサージしてるんでしょ もう、その返事。ちゃんと分かってるんだか分かってないんだか。<laughs> えもういいの十分楽になったそうじゃあ私は一旦どけるけど、お兄ちゃんはもう少しこのままでいてね。だって、もともとは湿布を貼るっていう話だったでしょだから、最後にこの湿布を、 肩にペタッと。もう一枚。こっちにもペターっと。あと腰ね。はい、ペタリ。よーし、おしまい。これで、少なくとも今日一日は楽に過ごせるね。はいはい。ありがたく思ったなら、これからはもっと妹に優しくすることだね。肩もんでる時も言ったけどさ、また辛くなったら言ってよね。 お兄ちゃん。お兄ちゃん。